クラウディアのガルム工場アトガルムは古代ローマの魚商。当時のローマにおいて主な調味料として使われていた。ローマ世界で最もよく使われたが、1、2、発祥は古代ギリシャで、キリシア語のガロス、またはガーロンを語源とするが、その語源は不明である。ガルムの瓶のモザイクが、瓶に書かれたキトルスはガルム輸入業者、 アウルス・ウンブリキュス・スカウルスの作業所からと読める、魚の内臓を細切れにし、塩水につけて発酵させて作る。完成品はまろやかで繊細な風味だが、発酵中はひどい匂いがするため、ガルム生産者は、近所から苦情が来ないよう都市の郊外で生産した。東急によってガルムは、ローマ庶民の日常の食品ともなり、富裕層向けの高級品ともなった。 最高級のガルムはキャビアほどではないが、高級な香水と同程度の価格で取引されていたという。古代ローマのレシピを編纂したアピキウスに掲載されている料理のほとんどにはガルムが使われている。同書には腐敗したガルムを美味しくするテクニックも記載されている。ワイン、ス、胡椒、湯などと混ぜて茹でた小牛肉、ムール米の蒸し物、果ては、 用ナシと蜂蜜のスフレのような料理にまで使った。ガルムを水で薄めたヒュドロガルムはローマ軍団に供給されていた。ダイプリニウスの博物誌によれば蜂蜜酒のような色にまで薄めたものをそのまま飲料として飲んだという。古代ローマではこれが万病に効く薬とされていて犬による交渉、赤リや海洋にまで効くとされていた。 さらに化粧品の材料としても使われ、脱毛やそばかすの除去にも使われた。ガルムは慢性的な下痢や便秘にも効くと考えられていた。ガルム用のアンフォラ一般に、サバ、サン、アンチョビ、マグロやカツオ、スプラット、イワシなど油の乗った様々な小魚の内臓を原料とする。これらの魚や甲殻類に塩を加えて、素焼きの亀に入れ、時々攪拌しながら、 天日に2から3ヶ月当てて、発酵、液化及び熟成させる。この時塩分が腐敗の進行を抑制する。完成品は栄養豊かで大量のタンパク質とアミノ酸が含まれ、特に天然の旨味成分グルタメン酸に富み、ミネラルやビタミン B も豊富である。漁師は取った魚を種類ごとに、また部分ごとに分けて並べ、ガルム製造業者が好きな種類の魚と、 部位だけを原料として選べるようにしていた。地方によっては、高草の煎じ汁を混ぜることもあり、工房の庭で高草を栽培することもあった。発酵容器に目の細かいろか器を入れて透き通った上積み液を組んだ。魚肉を発酵させた後、上積みの液体を調味料として取り出した後に残った固形物は、アレク、またはアレックと呼ばれ、最品層が、 主食のカユに混ぜて味付けに使用した。ガリアのリグリア海沿岸地方から、また、ローマがそれらの地方に進出したのも、ガルム生産地を獲得するというのが目的の一つだったとも言う。アンセリウヌ及びアグド近海の沈没船から発見されたアンフォラには、ガルムが入っていたことが分かっており、紀元前5世紀のものとされている。ポンペイからは、 ブンブリキューススカウルスがガルムを製造していた証拠が見つかっている。しかし、市内からはガルムの工場が見つかっておらず、多くの研究者は、紙壁の外にあったのではないかと考えている。それぞれの港ごとに、独自の伝統的製法があったとされる。大火藤が生存していた、紀元前2度一世紀にかけては、ガルムは贅沢品だった。しかしやがて、 ローマの料理にとって必要不可欠な調味料となり、倉染めないレプティスマグナ、カルタゴノアやアンティポリスなど、ローマ国内の様々な地域で生産されるようになった。素焼きの壺やアンフォラなどに入れた魚醤が、これらの生産地からローマにも送られていた。アウグストゥスの時代には、カルタヘナさんやカディスさんが最高とされるようになり、それらをガルムソキオールムと呼んだ。 セネカは、コルドバ出身だが、ガルムソキオールムが高騰する様を見て、次のように記している。あなたは、高価な腐敗した魚の地の塊であるガルム、ソキオールムがその使用付けされた腐敗物によって、胃を痛めつけていることがわからないのか。セネカ、一筆する95、現代に残るガルム工場の遺跡としては、バエロクラウディアやカルテイアのものがある。スペインサンガルムは、 ローマに輸出されており、そのためこれらの町の名も当時はある程度知れ渡っていた。ルシタニア産のガルムもローマでは高く評価されていた。ルシタニア産ガルムはラコブリガの港からローマに向けて出荷されていた。リスボン中心街の売車地区にもローマ時代のガルム工場跡がある。ガイウスマリウスがガリアナルボネンシスに作った運河マリアはガルムをガリア、 ゲルマニア、ブリタンニアといった地方に運ぶ拠点となった。2008年、ポンペイで見つかった製造中のガルムの残留物がすべてタイを原料としていたことが分かった。タイは夏に群れて漁獲されたため、ベスビオ山が8月に噴火したことの防潮となった。ガルムはローマ帝国の滅亡とともに製法が途絶え、漁承自体ヨーロッパでは、 チェターラのコラトゥーラディアリーチリチェターラぐらいしか作られることはなくなった。なお、塩蔵アンチョビーから骨と皮を除いてオリーブオイルに漬けたものがイベリア半島を中心に製造されており、ガルムなどの魚章との関係が指摘されている。近年ではローマ時代の資料をもとにガルムの復元が試みられている。類似の調味料としてリクアメンがある。 リクアメンは液状化半液状の塩味の調味料で、コルメラのノージロンではラードを用いた塩気の多い調味料としてリクアメンが登場し、パラデュスは塩漬けの梨をベースにしたリクアメンを語っている。このため、ガルムとは別の塩味の調味料とする説がある。また、アピシウスの記録によれば、古代ローマで塩味をつけるのには塩よりも 陸亜面を用いることの方が多かった。ありがとうございます。